台湾の皆さん、ダジャハオニュースです。最近のニュースはですね、はい、14枚目のアルバムジャパンニュースを8月に発売しました。ありがとうございます。で今ね、絶賛ツアー中ということで、うん、全国回っておりますけれども、はいはい、いかがですか。全国回っていますけどね、改めて日本の良さを実感してますね。本当ね、ちゃんと感じてる。感じます。僕はあの最近カメラを趣味で買ったので、買いましたね。こうやっぱいろんなね、こういろんな土地土地にいろんなとこ行ったとこで撮ろうと思ってるんですけど、あの食事ばっかり、食事の場で向かいに座ってる人撮ってるぐらいの、ちょっと資源のことも撮ったりとかして。それだったらさ、日本食を撮ってくるとか。うん、でも焼肉とかだったから、別にどこ行ってもみたいな感じは、まあね、今のところそんなにね。まあ、でもまあ改めてシゲが言ったけど、日本の良さを感じながら全国をね、海外の方もたくさん来てますし、来てますよ。台湾から来ましたなんて方もいますからね。よく見ますよね。はい、はい、ニュースはですね、ニュース日本でデビューして20年が経ち、はい、まあ、再びね、そのニュース日本の日本をテーマにしてジャパニーズガイドブックということでジャパニュースというね、アルバムを作りましたけれども、原点に帰って、はい、同じテーマで今できる、うん、何ができるんだろうみたいなね、どこで、うん、これだから、うん、改めて加藤さんね、うん、曲聴いてほしいですね。聴、はい、いてほしいですし、まあ、日本にね旅行される方もいると思うんですけど、うん、そういう時も聴きながら日本を回ってもらえたりすると、うん、より楽しめるんじゃないかなと思いますし、うん、ここで一つ発表しましょう、はい、本日発表となりました、日本時間の9月15日0時よりニュースの楽曲が全世界で配信解禁となります。ありがとうございます。気楽に聴けますね。じゃあやっと聴いていただける。よかった、うん、ありがとうございます。で、まあ、第1弾としまして、これまでのシングル楽曲、うん、10月からはアルバムを含めて全楽曲が世界中に配信されるということで、すごい。だからジャパンニュースも聴いていただけますし、まあ、今までのシングルはまず聴いていただいて、うん、はい、カップリングとかね、アルバム曲とかも、うん、いや嬉しいですね。周りにね広めてほしいですよね、ニュースの曲。ああ嬉しいね。確かにね。そしたら僕らまた台湾に行けるかもしれません、ね。台湾に行ったの覚えてます、いつか。覚えてますよ。ちょうどだから17年前ぐらい。確かに、ね、2007年の10月だったんですね。そうそう、うん、台北アリーナ。すごい記憶力ですね。もう17年前。いや僕だって3回ぐらい夜ご飯を多分食べた中で、うん、2日間連続で小籠包食べに行きましたからね。そうだよね、マスめちゃくちゃ小籠包食べてたね、うん、また来たのみたいな感じの顔してくれてましたよ、店員さんも。これまたいたんだ。美味しかったもんね、ご飯美味しかったもんね。ご飯美味しいし、人も優しいし、ま、ね、台湾でライブしたいね。したいね。いやちょっとぜひ呼んでください。お願いします。はい、なので皆さんにね、またニュースの楽曲に触れていただいて、うん、直接ね届けに行くことができるように我々も頑張りますので、よろしくお願いいたします。じゃあまず最後にね、台湾の皆さんに何かありましたら、はい、お願いします。いきます。はい、小籠包。以上ニュースでした。台湾大好き。